私はね、なんかうまい作家じゃないんですよ。おもろい作家って言われてて、しーちゃんのシナリオはうまくないけどおもろいみたいな感じなんですよね。だからまあその作家の特質がいろいろあると思うんですけど、ただいい脚本を書くためにはあるコツみたいなものが、平均的な基準みたいなものがあるわけなんですね。でそれを私のその20年以上プロの脚本家生活をした中で、それをギュッともう2時間ぐらいにまとめたので、もしかしたらこう、ハイテクニックな風に感じる、初めてのね人でも受けて大丈夫だよっていう風に今回お話ししてたので、初心者の人でも分かりやすいように私は話すけれども、書いた人からしたら何のことを言ってるか全く分からないかもしれない。だけど実際にあなたがその脚本を書き始めたら、あ、しーちゃんが言ってたのはこういうことかって、絶対こう合点がいくことばっかりです。まず最初に脚本と小説の違いをお話しすると、今みたいにこう箱書き、シーンがこう後で箱書きのことを構成の時にちゃんともっと詳しく言いますけど、それがこう連なっていってるのが脚本で、小説は構成なしでもどんどん書いていくことができます。で脚本家と小説家の違いは、脚本家はやっぱり1時間の中でがっつりその尺っていう時間の制限があるから、もう構成をやっぱりすごい勉強してるっていうか、誰でも脚本家になれると思っているのは、脚本家の力ってすっごい構成力が大事で、構成力っていうのは職人系なんですよ。才能とか生まれつき持ってるものというよりも、後から自分で学んでいって身につけられるものだから、それで本当になんか8割方カバーできる職業だと思ってるのね。でもまあセリフとかそういうセンスはすごい大事だけれども、でも徒弟制度みたいな、昔は徒弟制度がいっぱいあって、私も先生が師匠がいるんだけど、その師匠が弟子を育てるみたいなことができたのは、その構成力とかこう後から身につけていける職人芸だってことなんですね、脚本家ってことが。で書き出しっていうのが、小説もそうなんですけど、最初のワンシーン目がすごく大事なんですよ。小説は最初の1行、シナリオはファーストシーンがすごい大事なんね。でどういうふうに考えるかっていうと、例えばカラマーゾフの兄弟っていうのは、吉田豪太郎さんを扮するお父さんを誰が殺したのかっていうサスペンスドラマなんですよね。でそういうバックストーリー、どういうこれから進んでいくかっていうストーリーを考えて、何が一番ファーストシーンにふさわしいかということを考えて、私がやったのはお父さんが殺されてずるずる引きずられていくっていう、殺されて犯人にずるずる引きずられていくっていうシーンを書きました。それは、その作品がそういう殺人事件の犯人を探すサスペンスドラマであるっていう象徴的なシーン、それも父親が殺されたっていう、そういうことをファーストシーンでインパクトがあるシーンとして書きました。物語を書くときに、大事なことが何個かあるんですけど、まずテーマ。この奥僕はテーマが勇気のあるものを書こうと思ったから、主人公は臆病な人を設定したわけです。勇気を描くために臆病な主人公を設定したわけね。でここで考えたのは、私の発想は勇気を描きたいってことは臆病な人から始めた方がいい。じゃあ人が臆病になるってどういう時かな。あ、いじめられてるかもしれん。いじめられてたら臆病になるかもしれん。でいじめられてるってことはどういう子やろう。弱者やな、なんか弱いところがあるんやな。じゃあその弱さってどこから来るんかなと考えていった時に、最初どもりにしようかなと思ったよね。あ、でもどもりって絵的じゃん。私はやっぱり自分が脚本家だから、その映像になった時のことをすごい考えるのね。で絵的じゃないな。じゃあ絵的になんか障害を持ってるってなると、じゃあ足を引きずってるとかにしようかなとか考えた時に、急に「あ、青い髪や!」ってひらめいた。この青い髪っていうのが私の作家性なんよね。そこでそれは、他の人はあんまり考えないっていう、そこであなただけの作家性がどんなふうに出てくるかっていう、それが一番苦労もするけど面白いとこですね。で次に、テーマの次に大事なのがログラインを明確にします。ログラインは1行から長くても2行、何について誰についてのどんな話なのかということを自分の中で作ります。これめちゃくちゃ大事です。テーマ作らなくてもログラインだけは作ってほしい。どんなストーリーを書きたいのかということです。あなたがどんなストーリーを書きたいのかを明確に、これね、今回課題をいっぱいもらって読んでたし、過去にシナリオの講座で講師でクラスを持ってた時もあるんだけど、その時に生徒さんが一番やらなくってプロでも やってなかったらガタガタになる。これをやったらだから反対にうまくできるってことですね。脚本の執筆で一番難しいのは何を書くかっていうことを脚本家自身が知ってるってこと。結構さ、それは当たり前に知ってるやんと思うやん。知ってないねん。みんなもっと、あ、これおもろいやん、こういうなんかソープ場行ったら知り合いがいたらそんな話おもろいやんとか、そんなんで書いとるんよ。いや、それも悪くないで。だけどそこで自分は何を書きたいかっていうことを明確にしとくと、もっとなんかこう、話が広がっていきやすいし、話が広がっていくし、広げた時にも、大筋にまた戻ってきやすい、芯が通るようなに行くのはストーリー。ストーリーはですね、じゃあストーリーとは何か。ストーリーは物語と観客、読者との契約である。観客、読者はだから見てる人は作者に対し最も価値のあるもの、時間を与えることに、自分の時間を、お客さんは作家に自分の時間を与えることに同意をしてるわけよ。だからぶっちゃけ言うと時間を奪ってるわけよ、あなたの大事な、観客の大事な時間を。だからそれに作者はそれを、大事な時間をもらってるってことをちゃんと知っておくべきだよね。テレビを見る人、劇を見る人、小説を読んでくれる人、その人の時間を奪ってるから、それに見合う面白いもの、面白くなくてもためになるものとか、そういう何か読者の人が欲しいと思ってるものを与えてるっていうこと、そういう価値のあるものを提供する場所に作家というものはいるんですよっていうことを、こう一回こう襟を正して自分に向き合うと、あ、本当になんかこうめんどくさいよ、ログライン考えるのとか、もう早く書きたくなっちゃうよ、おもろいもん、こんなんパーって思いついたらさ。だけどそこでグッと我慢して、ログラインもっといいのっていうふうにこう練るのは、やっぱり自分の作品を見てくれる人に対しての作家としての、私はなんかしょうもないプライドはいらんと思うけど、それはプライドやな。自分のものを読んでくれる人、見てくれる人に対してその時間に見合うものを提供するっていうのが私の作家としてのプライド。キャラクターを動かす衝動は何か。キャラクターっていうのはテーマとかログラインと関わってくるんよね。例えばこの話をするのが一番分かりやすいんでこの話しますけど、この主人公のキャラクターは臆病なのよ。なんでかというとログラインとかテーマが勇気だから、臆病な少年っていうキャラクターにしたわけで、キャラクターの表現方法は何かって言ったら、洋服や髪型、セリフ、芝居、アクション、リアクション。リアクションっていうのは愛してるって言われた時の反応ですね。これがリアクション。アクションが愛してる、リアクションはその時の私も愛してるっていう人もいればってこう怖く、これがキャラクターですね。愛してるよって言った時、私も愛してるよ、これキャラクターですね。この例えば今でもキャラクター2個、こういうふうにそのログラインに沿ったキャラクターはどういうキャラクターなのかということを作り、じゃあプロットとシナリオの違いは何ですかっていうと、人間の心情を描いているのがシナリオで、プロットは何が起こるかの順番なんよ。さっきも言ったみたいに映像になった時に何が起こっていくかの順番に書いているのがプロットなんでシナリオはその出来事をどう感じたのかっていう人の心情を描いているのがシナリオで、次に大事なのはセリフ。セリフはどういうチェックをするかというと、そのセリフはキャラクターを表しているか、または状況を一歩進める、状況っていうのはストーリーを進めるようなものなのか。これ私の書いたセリフなんですけど、カラマーゾフの兄弟で斎藤工君に言わせたセリフでね、僕の腕が今夜君を腕枕したいって言ってんだけどっていうセリフを書いたい。でこれはさ、斎藤工が演じるその長男がめちゃくちゃ遊び人で、市原君が自分の好きな彼女じゃないんやけど、片思いしてる女の子とデートをしてる時に斎藤工が来て初めての初出のシーンなんよ。だから斎藤工君の長男のキャラクターを表現しないといけないよ。でそれがさ、初めて会った弟の友達デートの相手にグッと語り合わせて「僕の腕が今夜君を腕枕したいって言ってんだけど」っていうような男なんよっていうのがこの一行のセリフで表現できてるわけだから、このセリフはさめちゃくちゃプロデューサーに褒められたんよ。でまあ、このセリフは私はスルッと出てきたんやけど、こういう一行のセリフを書くために結構脚本家ってもう3日も4日も悩んだりしとるよね。でこれからが私の、今からが私の真髄、構成いきますよ。構成がこれはもうみんなこれが面白いかどうかのみんなの本がこれができてないんですよ。これをみんな本を書く時点で、まずプロットを書いた時点でこの構成ができてるかどうかちょっと一回チェックしてみてくださいね。内側意識、皆さんものを書くときに一番大事なのは、外側の人にどう思われるかとか、うまく書けるかとか、そういうことの意識を捨てることです。自分の方に意識を向けて、自分の方に意識を向けてるとインスピレーションが降りてくるから、それを書いてくださいね。そこで私がもう一時書けなくなったのは、プロデューサー気に入ってるかな、役者さんこのセリフいいかな、もう人の評価とかどう思われるかを気にしてたら一切書けなくなりますからね。自分の方に意識を向けて表現をする、それをすごく大事に、それがなんていうか、クリエイターのどんなクリエイターも脚本だけじゃなく全ての表現の最も大事なポイントです。内側意識で自分自身の書きたいものを書く。